甲州街道。甲州街道は、海の国、山梨県へつながる道。江戸幕府によって整備された、五街道の一つ。元は、古甲州道であり、甲州街道は、江戸幕府によって整備された、五街道の一つとして、五番目に完成した街道である。江戸、日本橋から内藤新宿、八王子、甲府を経て、 信濃国の下諏訪塾で中仙道と合流するまで三十八の宿場が置かれた。近世諸島には甲州街道と呼称され、昭徳六年1716年4月の街道呼称整備で甲州道中に改められる。中馬による陸上運送が行われた。江戸の町において恩明道の詩人総王でいうところの脈子がいるとされる街道である。 玉川に近いところを通っていた箇所、野保府中調布などは、度重なる玉川の洪水などにより何度か、南側に並行する道路へ、道筋が変更された。その後も古く狭い街道が、新しくできたバイパスへと路線が変更となっている。甲州街道、江戸甲府の開設は、京長7年であり、すべての宿場の起立時期は、明確とはなっていなく、徐々に整備されていった。 近世には諸街道の整備が行われるが、甲州街道は、徳川家康の江戸入府に際し、江戸城陥落の際の甲府までの将軍の避難路として、使用されることを想定して造成されたという。そのため、街道沿いは、取り出用に多くの寺院を置き、その裏に、童心屋敷を連ねた、また短い街道であるにもかかわらず、小仏、鶴瀬に石章を設けている。これは、 甲府城を有する甲府藩が審判であることと、沿道の四谷に伊賀組、根頃組、甲賀組、青木組、二十五木組の四組からなる鉄砲百人組が配置されており、鉄砲兵力が将軍と共に甲府まで一旦、避難した後に、江戸城奪還を図るためであるという。参勤交代の際に利用した藩は、品野高等藩、高島藩、飯田藩である。それ以外の藩は、 中山道を利用した。下諏訪塾から江戸までは、甲州街道が、距離はより短いが、物価が高いことや街道沿線のインフラ整備状況がその主な理由と言われる。そのことから、発展が遅れ、衰退する宿場町もあった。近世には、旅の大衆化に伴い、 甲州道中上の名所旧跡などを紹介した地種類や視覚化した絵図類が制作されており、絵図では甲州道中文献のベーズや甲州道中図屏風が知られる。また、宇治祭茶氏は甲州街道を利用した。多くの宿場がある人々は国府参り等を旅路の楽しみとして賑わっていたが、趣向の変化で国府も西の外れ近くとなり、また、 東海道の人気により、江戸より離れた宿場町は衰退していった。甲州街道の一里塚一覧を参照、国道20号がこの街道を継承している。特に、新宿区の四谷四丁目交差点神奈川県境が、1962年4月25日に、東京都通称道路名、設定広告整理番号15として、この内国立市の国立引退入口査店。 八王子市の高倉町西交差点は2007年4月1日に日野バイパスの全通により東京都道256号八王子国立線に降格山梨県内のバイパスを除く全区間が山梨県道路愛称名番号1として指定されている上が日本橋側下が神奈川県側右は下り線側左が上り線側 新宿駅を除く。新宿4丁目交差点付近から、旗ヶ谷駅付近にかけては、都営地下鉄新宿線、京王新線が下を通り、西新宿3丁目交差点付近から、上北沢駅入口交差点付近にかけては、首都高速4号新宿線が上を通っているか、新宿駅から府中駅にかけて、京王線が近くを並行している。本来の甲州街道は、 現在の甲州街道、国道20号と同一の部分もあるが、バイパスの完成などにより、並行する別の道となっているところがある。この場合、旧来の道を旧甲州街道、新しい道を新甲州街道や新道とも呼ぶ。起点は、昔も今も日本橋で変わりはない。四谷大木戸、現在の四谷四丁目までの道筋も変わっていない。 四ツ谷大木とから先で若干道筋が異なっている。現在の甲州街道は南寄りに走り、新宿御苑の下をトンネルで通過する。かつての甲州街道は、現在の新宿通りを新宿追い分け、現在の新宿三丁目まで進む。そして、現在の追い分け団子本舗、追い分けは分岐点の井の店があるあたりで、脇街道の一つである大梅街道と分かれていた。 新宿御苑は、高藤藩内、藤家の下屋敷跡でその一宮に、宿場が設けられたので内藤新宿と言われた。現在も、御苑一帯は、内藤町と呼ばれ、町名に名残を残している。また、内藤新宿は少し遅れて作られ、その後廃され、さらに復活した。現在の甲州街道は、新宿駅南口前の立橋で山手線を越えた後、あと、 国道20号としてカンパチ通り、東京都道311号環状8号線の上、高江戸1丁目交差点まで続いている。この交差点を越えて、すぐに、旧甲州街道が、国道20号から分岐し、京王線千川駅の東方の千川三差路、交差点まで国道20号と分かれて走っている。千川三差路から、しばらくの間、甲州街道は、 国道20号とほぼ重なるが、千川駅と筒地ヶ丘駅との間にある国分寺崖線を駆け下りる斜面では短い区間だが旧街道が国道20号と離れて残っている。この坂道は滝坂と呼ばれ、古くから旧坂として有名であった。国道20号が野川を渡って、すぐ国領駅の少し手前で、旧街道は再び国道20号から分かれる。 その先は、下石原一丁目交差点で、鶴川街道と交差し、調布市、上石原の西調布駅入口交差点手前で、東京都道29号府中調布線に繋がっている。この区間の旧街道は現在は、東京都道119号北浦上石原線となっており、途中に布田軸の跡がある。都道229号となった旧道は引き続き、 国道20号の南側を平行に走り、府中市元宿町の元宿町交差点で、再び国道20号と合流する。この区間の旧道の中ほどにはかつて、府中宿があり、現存する交差場付近が中心部であった。現在の京王線府中駅、大国魂神社界隈である。府中市元宿町を出た甲州街道が、国土地市に入るとすぐに、 国立インター入口交差点がある。ここから南側に日のバイパスが分岐しており、現在の国道20号はそちらを経由するルートとなっている。一方、甲州街道は、この交差点を直進して、東京都道256号八王子国立線となる。国立市やほのやほ天満宮、やぼ天満宮の北側を通り日の橋交差点へ続く、道筋は、王子と、 ほとんど変わっていない。現在の甲州街道は、日の橋交差点で直角に左折し、新奥多摩街道と分岐しているが、かつては、右手奥の奥多摩街道を少し進んだところで左に、折れ、南に下がって多摩川を渡っていた。今日の東京都道149号立川日の旋律、東橋の矢や下流のところで、これを、日野のの渡しという。日野の渡しは当初は日の熟。 その後は、日野町、現、日野市が経営し、1926年、大正15年に日野橋が架けられるまで存続していた。現在の新奥多摩街道入り口交差点から、八坂神社付近までは、かつての道筋のままで、この一帯が日野塾の後で、川崎街道を過ぎたところに本陣跡、旧、佐藤彦五郎宅が残っている。この建物は、本陣としては、 東京都内で唯一現存するものである。その後、蕎麦屋として利用されていたものであるが、NHK 大河ドラマ、新鮮組、放映に合わせて、日野市が買い取り一般公開されるようになった。向かいの日野図書館の敷地は、かつての問屋場と考察場である。日野駅前東交差点のやや北側を左折すると、急道となる。日野坂改作以前の古道は左折せずに、 東高寺街道を精神し、阿波の巣村へ迂回していた。八王子市に入るとすぐに、高倉町西交差点がある。ここで、高州街道は、日のバイパスと合流し、再び国道20号となる。高倉町西交差点からの八王子市内は、ほぼ現在の国道20号と、旧高州街道は一致する。現高州街道は、浅川を大和田橋で渡るが、 かつての大和田の私はより上流側であったという。浅川を渡ると八王子横山塾である。大和田橋南詰め交差点からは北大通りを進み、市立後中交差点からは左手の一方通行路を進む。そして突き当たった定次郎を左折し、八王子駅入口東交差点へ抜ける。このルートが鍵の手に曲がる八王子横山塾の入り口に相当する。 このルートの途中には竹の尾公園があり、ここには日本橋から十一里を示す竹の尾一里塚が残る。今日でも国道二十号沿いには商店が並んでおり、八日町には八日市宿跡の石踏みが立つ。八王子横山塾は横山塾と八日市宿を中心に十五の宿があったため、八王子横山十五宿と呼ばれた。このうち、 横山塾と八怪地塾には本陣を呼び、脇本陣があった。この宿は、大久保長安が建設に尽力した、街道中最大の宿である。八怪地、横山、八幡などの地名は、北条氏治テルの八王子城の城下町、元八王子に由来するものである。また、八王子は、徳川家康が武田氏の維新を召し抱えて組織した八王子千人同心の本拠であったが、 追いわけ交差点付近に千人町という地名として名残を留めている。新旧の道が交わり、脇街道の神馬街道も分かれてゆく。八王子千人同心が日光金盤のために整備した日光脇王館もここから分岐する。国道20号沿いには、追い分け町交差点から高尾駅入口交差点まで、異常並木が続いているがこれは、 大正天皇の玉領造英寺に植えられたものである。その玉領のある、武蔵領墓地へ向かう東浅川町の玉領入口交差点の一つ先の信号で、国道20号から右に分かれる路地があり、両南大橋まで続いている。そこが、旧甲州街道であり、八王子千人同心の屋敷であった家々が、残っているため王子を忍ぶことができる。相模湖方面へ抜けるルートは、 現在では、大だるみ峠経由になっているが、かつては、北寄りの小仏峠経由だった。中央自動車道や中央本線は、小仏峠の真下を、小仏トンネルで通過している。現在は、小仏峠手前まで、東京都道、神奈川県道516号朝川相模湖線となって続いている。沿道の小牧屋には、小仏関所跡の石踏みがある。これは、もともと、 小仏峠にあった小仏関所、最初は富士見関所と言われたが、その後小仏関所となったを、1616 16年、元那二年、小牧屋に移したものである。小牧屋移転後の関所も、通称として小仏関所と呼ばれた。関所跡の公園は、小牧の塾跡でもある。東京都道、神奈川県道百十六号朝川相模湖線を西に進むと、 中央自動車道と首都圏中央連絡自動車道を結ぶ八王子 JCT が見える。ここを過ぎたあたりからが小仏宿跡である。道は影信大和山口付近から林道となり、次第に砂利道、登山道となる。この小仏峠までの登山道は、ハイカーも多く、舗装されていなかった時代の旧公衆街道を忍ばせる。小仏峠は、 東京都と神奈川県の県境となっており、この先は相模原市緑区である。小仏峠より先の旧甲州街道は中央自動車道の工事陣に埋没してしまったため、登山道は底沢沿いに進み、国道20号の底沢橋へと続いている。低沢橋より国道20号を少し進むと小原宿跡に着く。ここも日野宿道用本陣が残されている。 神奈川県内唯一の本陣の建物で、津久井郡相模湖町、当時が買い取り一般公開している。毎年11月3日には、小原宿本陣祭が開催され大名行列なども行われる。神奈川県相模原市緑区吉野で、国道20号から左に分かれ、相模川を渡り相模川右岸の名倉地区を通る、神奈川県道、山梨県道520号吉野。 上野原停車場線が旧甲州街道である。道は再度相模川を渡り、そこに架か,かる境川橋が神奈川県と山梨県の県境である。山梨県側である上野原市には相模国と海野国の国境の防衛のために武田市が築いた諏訪の関、あと石踏がある。上野原市街地を抜けた甲州街道は今では桂川の貸し岸急を 急坂で折り左に折れ、鶴川から桂川沿いに進んでいる。かつての甲州街道は、本町交差点の先にある国道20号、山梨県道、東京都道33号の原、あきるの線の分岐点の左手にある脇道に入り、さらに右に曲がって、鶴川を渡り急逸な山間部を通って鳥沢に、至る、現在の山梨県道30号、大月上野原線のルートに相当する。 一部は中央道の工事に再始埋没してしまったが、急旬な地形があだとなって整備を免れたところも多く、現在も王子の面影を残すものも多い。野田尻の東には甲斐、武蔵、相模の三国の境目に建てられた長峰取手跡がある。山間部を抜け鳥沢まで降りてきた旧甲州街道は、四方津、柳川経由の国道に十五度、再び合流する。 ここから猿橋あたりまでは、甲州街道は国道20号とほぼ同じルートをたどる。鳥沢宿付近は宿場制定当初から広道幅で整備されたとされ、国道が整備された現在も宿場の名残を強く残している。鳥沢駅を少し過ぎたところにある鳥沢宿の本陣跡には、明治天皇中羊碑がある。猿橋宿の前で甲州街道は、 桂川を渡る。今日の甲州街道は直進して、新猿橋を渡っているが、旧道は、この新猿橋の手前で、右手の脇道に入り、さらに左に曲がって、桂川を渡って原道に合流する。この桂川に架かる橋こそ、日本三大奇業の一つ、猿橋である。羽根橋という珍しい形式の橋で、同形式の橋で唯一現存する橋でもある。 周囲の警告日から、甲州街道随一の名称と言われ、歌川広重や富岡鉄斎、お牛空へほか多くの文人が訪れ数々の作品を生み出している。国の名称に指定されており、現在の橋は1984年、昭和59年に基盤のコンクリート保護、鉱材の使用等を安全性の考慮をしつつ復元したものである。猿橋近も鳥と同様、 現在も、旧街道筋を国道20号が通過しているが、宿場の面影は大きく薄れてしまっている。宿場の面影を伝えるのは、猿橋や猿橋駅入り口を過ぎて、少し進んだ先にある、猿橋はじめ里塚程度である。一律下を過ぎて少し行くと、国道20号は、中央本線を、五線橋で渡っている。旧甲州街道は少し手前の山梨。 中央自動車の脇から右に分かれる脇道に入っていく。旧道からは、桂川の対岸に岩戸の山を一望する。急春な山上に築城された岩戸の山城は、戦国時代に東国屈指の剣豪を誇ったことで知られており、武田氏の家臣で後に、武田氏を滅亡に追いやった小山氏の居城であった。公州征伐後の小山田信竹処刑後江戸時代初期に、 廃場となったが、以降も交付方面の要塞としてその地位を保った。旧道にはその先東京電力の関連施設が立ち並んでおり、途中には日本で初めて長距離送電技術を利用した駒橋発電所がある。駒橋発電所を過ぎると、発電所の導水管をまたぐ橋から左に分かれる脇道に入り、中央本線を渡って国道20号に合流する。ところが、 合流点のすぐ先で、旧甲州街道は右に分かれる脇道に入ってゆく。約300メートル続く、この旧道付近が、駒橋塾の後にあたる。再び国道20号に合流した少し先に、デイリー山崎がある。かつての甲州街道はこの辺りから右に分かれていたが、現在この旧道部分が消滅してしまったため、原道を進み、高槻橋入口交差点手前から右に分かれる。 脇道に入る。その先国道139号の古線橋を潜ると、再び旧道となる。今日の甲州街道は新笹子トンネルを通過するが、旧道は笹子峠を経由していた。現在、峠への道筋は、山梨県道212号日陰笹子線として残っている。また、この県道にほぼ並行して、笹子峠自然遊歩道がある。この遊歩道が、 旧来の甲州街道に、ほぼ相当すると考えられる。街道を通る武士が武運を祈ったという、八立の杉も、この遊歩道沿いにいる。県道の頂上にある、笹子水道の直上が、甲州街道最大の難所と言われた、笹子峠、標高、千九十六メートルである。峠を越えると、甲州市である。上、諏訪塾からの道筋は、現在の諏訪市大手の上、 諏訪駅前の国道20号の北東側を通り、吉田の松の前から山沿いの道として残っている。下諏訪町境を越えて、下諏訪町公木に入ってしばらくすると、南側に諏訪湖を見ることができる。高木には、通称、聖夜、橋本屋と呼ばれた茶屋跡があり、明治天皇が巡行の際に石を投げたと言われる石投げ場などがある。とんべ地区の五官地席には、 一律カートが残っている。諏訪大社秋宮前を通過し、下諏訪塾本人の問屋バート前、現在は町泉各カメ屋、ホテル前で中仙道に合流する。江戸と甲府を結ぶ新旧の甲州街道のほか、甲州へ向かう、次の街道が、甲州街道と呼ばれることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。